おはようございます。我がんせのかげやんです。今日もよろしくお願いします。ということで、ヒマラヤラジオやっていきたいと思います。えー、僕はですね、あの、朝にですね、こう、フルーツ。 えー、食べると食べるうんそうですねあのー、朝はこうご飯とかは僕は食べないんですねで、えー、生ジュースをこう作るんですミキサーでねジュースジューサーではないんですけども、えー、ミキサーでりんごと人参と生姜 をこうミキサーに入れてでですねで冷水を入れてでオリーブオイルを垂らしてほんで5分ほど混ぜてそれを飲むっていうのをこう毎朝してます。でそれにプラスしてですね、えー、最近はちょっとないんですけどト、えー、トマトですね、えー、トマトを切ってそれを食べると。 でそれにプラスしてですね、えー、パイナップルをこう食べてるんですね、パイナップル。で、えー、このパイナップルなんですけども、これを食べるようになったきっかけは、う,うちの父親ですね。父親がねこう、パイナップルがむちゃくちゃ好きでですね、というか、まあ、うちの父はあは果物がすごく好きなんですけども、でパイナップルがほんまにこう好きで、例えばこう、食べに行ってこうサラダバーとかね、 こうああるるところがあったりすすんですけどもそこに食べに行ったりするとですね、えー、パイナップルをね、えー、さらに山盛り積んでこう食べるみたいなねそれぐらい好きで,で僕自身はね、えー、その頃というかそのまたコロナ前ですね、えー、そう食べに行ってた時に僕はパイナップルは食べなかったんですねそのパイナップル自体がそ,のそんなにこうおいしい っていう感覚が僕の中でなかってでですねで食べなかったんですけども、えー、まあ、父親がこう好きで「これそんなに好きやったら?」っていうことでこうスーパーとか行ったらねパイナップルがこういろいろ売ってますよねこういろんなスーパーでで売ってるんでそれ買ったらどうやってほんで買って食べたらええねんって言ってほんでそれやったらこう毎日食べれるでみたいな話をこうしててほんで、えー、父親はそのパイナップルをこう買うように。 なったんですねでパイナップルこう、あのー、いろいろあるんですけどもそのパイナップル1個そのままねこう売ってるところがあってですねそれをこう、えー、買ってほんでまさ、あ、ばけるかなと思ったら父親も簡単にこさばいてですね自分で全部こうカットしてで食べれる状態にする。 ってていいうのをこうしていたんですねで、えー、そしこう結構1個やからたくさんの量のこうパイナップルがこうカットされた,たパイナップルがあるんでですねそれをおな「俺もちょっとくれるけ」っていうことで「えーえー、全然食べろや」言われてほんで食べるようになったんですね。でそっからですねこう「あパイナップルってこうまあまあおいしいな」みたいなこう感じにこうなったんです。 でそれやったら毎朝食べようと。ほんで、こうカットされた2切れを僕は食べるようにしてですね、でまあ、父親も母親も,も、まあ、食べるようにこうなってるっていうところなんですけども、ほんで、えーまあ、毎週ですね、その僕が休みの日、木曜日にこうパイナップルをこう買うようにこうなったんですけども、でこういろんなスーパーでこう売ってて、安いやつ、ちょっとそこまで安くないけど、 いろいろおいしいやとかいろいろ食べ比べていってですねそんなにたくさんのパイナップルを買ったわけではないですけどもそれなりにこう近所のところ行ったりこうして買っててまもちろん安いところもこうあったんですけどもえーその中で一番おいしかったのが平和堂ですね,え平和ですねえフレンドマートとか平和堂とかのこうパイナップルがこう,うまいなって言ってこれはねもう父親ともう口を揃えて。 パイナップルは平和堂というようなところがこう僕と父親のこう共通認識というか,だからパイナップルをいろんなところでこう今日はここで買って今日はここで買ってっていろいろやってたんですけどもえ最終的にやっぱりこうパイナップルに関しては平和堂で買うようにしようというふうに今こうもう決まっているというかねで平和堂のパイナップルはこう丸々1個売って 売ってるとこもあるんかな、えー、それよりこうカットされてるんですねで、カットされてるパイナップルがこう売っていて、ですねでこう円形にこう丸くなっているのと半分輪、輪切りに輪切りというか半分の大きさのやつとそれで大きさがいろいろ違うで、ちゃんと1個1個食べ,られ食べやすいような大きさに切ってある、えー、やつとかいろいろあるんですけども、結局お得なんはその大きいやつですね、大きいやつを買うとですねあのお得感があるんですね。 でえー、ちっちゃい少量を買うとやっぱりその割高になっていくとほんでしっかり、えー、一口サイズにカットされているやつが一番高いんですよねだから、えー、と一応その丸の一番大きいやつですねこう見てもらうと分かるんですけど500円ぐらいするやつなんですけどそれをまず買ってでもう一つが半円のやつですね半円のやつをこう買うとほんでそうすると大体いいですねこう1週間食べる となくなくるだから、えー、僕はこう木曜日が休みなんで木曜日に買いに行くんですけども水曜日の朝ぐらいでちょうどなくなる、うん、もしくはちょっとこう、えー、いろいろこう。 例えばお客さんとかが来たりして、そのお客さんにこう出したりすると、もうちょっと早くなくなることもあるんですけども、基本的に1週間でなくなる量が、その円ですね、1週の円の形になったパイナップルと半円のパイナップルを買って、半円のパイナップルは258円やったから、なんかそれぐらい、プラス税かな、それぐらいの、だからえと800円ぐらいかな、800円ぐらいの価格。 を払ってですねその金額を払ってほんでこう1週間分を買うほんでもちろん円とか半円になってるのはまだそれだけで食べれないんでそれは父親がもう全部しっかりカットしてくれるとでそれがだから <laughs> 僕はだからそのそのまあ円とかになってるのはある程度カットされてるカットされてるかそのパイナップルのあのまるまる1個じゃないんでね えー、カットするのは簡単やったんですけども丸々1個買ってる場合はなんか父親がなんかパイナップルをさばいてるみたいなね感覚でこう面白かったあうまいことカットしようんなとか言って思ってたんですけども、うん、でまあそういうことでこうパイナップルをねこう毎朝こう食べるようにこうなってるでパイナップルのこう効能まあまあいろいろ調べてみると結構いろいろとこうありました。うん ななかなかこう、えー、体にとっっててもいい効能があって今これ効能を言う,言うべきなんですけどちょっと今思い出せないんで何か何があったからでもこれ確かなこう情報自分がこう言ってないんでまあここではこう言わないようにしましょうかなんか疲労回復やったからなんかこういろんなあれ、まあ、どっちしろプラスになるようなこう、えー、効能があったんで、うん、パイナップルはいいですね、うん、だから、あのー、まあまあとりあえずうん うん、っていうのがこう、うん、まあなんかこう。 え別に平和堂に何かお世話になったとかそういうのは全くないんですけども平和堂は平和堂スーパーとしてね結構いいお店やなって僕はちょっと思ってるんですよねえ店員さんのその接客もそうですしその商品の感じとかねその店の雰囲気とかねなかなかこういい感じのお店だなというのはこう僕はちょっと思っています。ということでえ今回はパイナップルは平和堂パイナップルは平和堂ということについてお話しさせてきます。 させていただきました。では、今日もよっしゃでいきましょう。どうもありがとうございます。